目609目609の模型目609は目309を連結した銃、戦闘機である。第二次世界大戦のドイツで計画されたが、計画は破棄された。目609の開発プロジェクトは旧式化した BF-110 と交代するための新型のトセシュターを短い開発期間で開発するように、とのドイツ航空省の要求に応じて1941年に始められた。 目609は2つの目309の胴体を新規設計された翼でつないでおり、その主翼内部に2つの着陸脚を収納していた。目609は目309の3輪の着陸装置を継承したために不格好な6輪の着陸装置になっていた。目309のラジエータは胴体に引き込み式だが、目609では固定式に変更されている。 コクピットは左側の胴体についており、右側の胴体のコクピット部分は滑らかに成形されていた。目609の開発は基本となる新型戦闘機目309の開発計画が失敗したために頓挫した。このプロジェクトが完了していたら重戦闘機及び高速爆撃機の両方として使用されていたかもしれないが革新的なジェット機である目262の 完成により、レシプロエンジンの戦闘機の設計は意味をなさないものになってしまっていた。倉庫機は2機の航空機を不細工に次半にした形をしているために、性能について疑問視されることが多いが、アメリカの P-82 ツインマスタングが優れた速度と航続距離をもって朝鮮戦争で活躍しており、この種の双子機は性能を十分発揮できることを証明している。 ありがとうございます。